はい、2015年6月6日今回は前回切ったこのマッシュボブの前回切ったのが前髪がない状態のマッシュボブなんですけど、これに前髪をすぐ目の上ぐらいに作ってキノコヘアを作っていきたいと思います。でここまでの工程を前日にこのヘアカタログ、マッシュボブ切り方で YouTube で検索してもらうと、このように一番上にこのヘアカタログ動画、ここに詳しくこの切り方を紹介しているので、まずはここまで切れることを前提として今回の動画を作っていきます。まずこの前回切ったマッシュボブ、このライン、この角度は30度で切ってるんですけど、このまんま30度でこの顔周りを切り進んでいっても、長さが目の下ぐらいになってしまうので、そのままだとちょっと長くなります。なので今回は前回の30度とは変えて角度を、はい、まずは前回のこの角度30度と同じなんですけど、30度、これが30度です。で今回は前髪を短くするためにこれを45度にする必要があります。なのでここをもうちょっと角度をつけて、これぐらいですかね、45度で取ります。そこで、はい、こんな感じで頭の丸みに対して今45度ぐらいになるように撮ってるんですけど、前回同様これをそのまま頭の丸さに対して真下に下ろします。今回は乾いた状態で切るんですけど、自分でする場合、自宅でする場合は濡らしてから切った方が切りやすくなってます。はい、こういう風に真下に下ろして、でここを目安に目のすぐ上まで持っていきます。でそこで今のこれとこれを合わせます。左下を下げて同じ角度に合わせたら、ここで切ります。でそのまんまこっち側も頭の丸みに合わせて真下に下ろす、真下に下ろしてさっき切ったここに届いたら、ここと同じ角度に左下を下げる、で下げたらここで切る。で切ったら少しちょっと下ろして、出てくるところがあったらチェックカット。はい、でこれが終わったらまた上も外して同じように頭の丸みに合わせたところで真下に下ろして、この下届いたら同じように左下を下げる。この時ちょっと顔にピタッとくっつける状態ですね。浮かせるんじゃなくてピタッとくっつける。そこで切る。そして切っていくとキノコヘアですね。こういう感じのキノコヘアが出来上がります。でここをちょっとブローすると、はい、こういう感じで
ちょっと半分なんでイメージつかないかもしれないですけど、こういう風になってきます。で今回はあのヘアカタログ動画シリーズで内巻きに入れる減らし方っていうのを紹介したんですけど、今回はこのマッシュボブの重さを少し調節するつき方、この辺ちょっと重たいなっていうところが出てくると思うんですけど、そこの減らし方をついでにやっていきます。はい、まずは後ろからこういう風に耳の後ろで留めておき、ここから2つに分けます。で、厚みの出てる部分、ここを指2本分ぐらいまでですね、こういう風にあまり上げずに下、ちょっと下の方にこれぐらい上げすぎずに、これぐらいの角度で取ったら、すきばさみをこれぐらい上に、ちょうど45度ぐらいですね、に2回中間ぐらいから1回2回、でマッシュボブは毛先に厚みが欲しいので、この毛先の部分はあんまりすかないようにしておきます。でこれを繰り返すと、こういうふうに下にあんまり取りすぎないように、全体的にこういうふうに一度入れてみて、まだ重かったら後から取るというようにしていくと失敗が少ない。指2本分ぐらい取ったら、これを下の方に下ろして、ここで45度を作って、中間でその下で毛先は取っておく。でこれを入れることで、ちょっと厚みが、マッシュボブのすごい厚みが出すぎる、この厚みを取ることができます。同じように真下に引いて45度で2回ぐらい、これを繰り返します。はい、横も同じ30度の角度でスライスを取って、下の方に引き出して、ここをあんまり浮かせない状態ですね。で45を作ったら2回、こういう感じで少しずつ厚みが取れていきます。で前髪も、下に下ろしたところで45度を作る。で2回、で前髪なんかは少しチョップカットを混ぜてもいいかと思います。いう風に下に下ろして、この先を
減らす。顔周りも。はい、こんな感じです、はい、でこれで先ほどよりも厚みが取れてより自然なキノコヘアになったんですけど、まだ重たいところとかそういうのが気になったら、まあ、同じように減らして徐々に徐々に取っていくといいかと思います。このような感じでこのヘアカタログ動画シリーズでは、あの世界中の自宅で、まあ、家族、子供の髪の毛とかを切る時の参考になるように、まだまだこれからいろんなスタイルを、まあ、ちょっと長いんですけど詳しく説明していきたいと思います。またよかったら見てください。今回は以上でした。